前振りがあった曲でした。小倉さん、作った時のなんか小話ありますか？今のウィッシュ、ウィッシュってやつ。では続いての曲です。続いての曲は今日のライブの支配者である、あ、主催者である、主催者、はい、主催者であるヨシさんから、いただいた曲で、ワンバイワンという曲になります。もともとハイブリッド DNA というバンドが演奏していたのを、ちょっと演奏させてくださいってことでお願いをして、ずっとなんかかれこれ自分たちのもののように演奏してますが、2年ぐらいに演奏させてもらってます。すごくね元気の出る曲なので、皆さんも盛り上がってきてほしいと思います。ワンバイは本当にいい曲で、吉井さんすごいなっていつも思いながら歌わせてもらってます。あの自分で歌うことになったんですけど、このワンバイワンという曲で結構あのナイーブなんで、結構メンタルすぐやられちゃうんですけど、この曲を聴くとすごく元気になれる曲なので、こういっぱいあとね残り2曲なんですけど、序盤あの意外と自分緊張しちゃったんですけど、残り2曲は全力でちょっとなんかねパワーをくれるように頑張りたいなって思います。あ、結構真面目なんじゃないですか。真面目です。ちょっと拍手してもらっていいですか。ありがとうございます。あ、皆さんドキドキしてるけど、もう心臓の悪いことは本当にね、小倉さんの MC は聞かない方がいいというお医者さんに言われるぐらい、結構こうドキッとさせられる場面が多いんですが、今回はすごくある意味ドキドキして、そうよかった。たまにはやるから。たまには。ありがとうございますね。一回やっぱねこう潜めて この波がね、こうサイン直線、これじゃやめとこうか。はい、じゃあ聞いてください。ワンバイワンです。お願いします。